いいから謝りなさい。はあ、なんで私が謝るんだよ。言いがかりつけてきたのはそっちだろ。ちょっとマニー、大声で何やってんの。だってこいつが私をおちょくるから。お前が先に噛みついてきたんだろ。ったく、貴重な昼休みなのに。私はもう行くよ。待ちなさい、異名瀬しのぶ。もうダメだよ、ムニちゃん、廊下で騒いだりしちゃう。人だかりができていたのでびっくりしました。あいつの態度に問題があるのよ。いつも私のことバカにして。それにしたってムニもすぐ頭に血が上りすぎだよ。すぐ突っかかってちゃ話なんてできないって。それは、しのぶさんに文句を言うより心に余裕を持てるように少しは特訓でもした方がいいんじゃないかな。わかったわよ。マホの言った通り、あいつに文句言っても仕方ないのは確かよね。でもだからってどうすればいいのよ。ネットで検索しても対策なんて書いてないし。ん？何この広告？挑発系。あなたはこの屈辱に耐えられるか？へえ、今の ASMR って何でもあるのね。こんなの聞いて何が楽しいんだか。はあ、私のことが好き？あんた、鏡で自分の顔見たことあんの？え？何このサンプルボイス！犬寄せしのぶの声にそっくりじゃない。鏡で見たことあったのに私に告ってきたんだ。ふーん、聞けば聞くほどそっくりね。こっちが告白してるシチュなのが余計に腹立つわ。でもこれになれればあいつのどんな挑発もスルーできるかも。よし、準備 OK。 あとはボイスを流しながら頭の中で犬寄せしのぶをイメージして。あんたってほんとしつこいよね。いい加減うざいから私につきまとわないでくれる？この前にも同じようなこと言われた気がする。ムカムカしてきたわ。いや、耐えるのよムニ。この程度のことで挑発に乗ったらヤツの思うツボよ。へえ、私に誕生日プレゼントくれるんだ。今日って燃えるゴミの日だっけ。後で捨てとくわ。私があいつにプレゼント？しかもゴミ扱いなんてひどすぎるでしょ。負けちゃダメよ。こうなったらとことんスルーしてやるんだから。私と一緒に帰りたい？冗談でしょ。まあ離れてついてくるだけなら別にいいけど。ちょっと慣れてきたかな。あんまり腹も立たなくなってきたし。でもなんとなく声の方も態度が変わってきたような。気のせいかしら。一緒に帰るとき私が楽しそうに見える？冗談でしょ。こっちは犬の散歩に付き合ってる気分なんだけど。もはや何を言われてもどうしないわ。それどころかちょっと可愛く思えてきたくらい。いやいや、何言ってるのムニ。あいつのことを可愛いと思えるわけないでしょ。あんたのゴミ？ああ、カバンにつけてるけど。何？捨てるのも面倒なだけ。それだけだよ。何よ、私のプレゼントを捨てずに持ってたの？へえ、
やっぱりちょっと可愛いかも。あのさ、これからも毎日一緒に帰ってあげてもいいよ。あんたみたいな犬、ちょうど欲しかったし。え、もしかしてこれって告白？しまった、これは罠だわ。飴とムチの連続で私